日はね、宣材写真をね、ちょっと新しくしてきたっていう話なんですが、かれこれ4年、5年ぐらい変えてなくて、で、今回久しぶりに撮ってきました。見てこれ。誰って我ながらこれ誰って感じなんですけどね、全然違う、これ実物と全然違うっていう。今回ね、もう凄腕のメイクさんをつけてもらっての撮影でした。もうすごいよねこれ。もうなんか韓国風にしてもらったんだけど全然違う。あとね、そう、まあ、眉毛をね、眉毛サロン行ったんですよ、初めて。で、それがすごい変わったかなっていうところもあります。まあオフショットも込み込み。あとこっちが本当の宣材写真の方で、数年ぶり4年ぶりぐらいに YouTube のアイコンの方が変わりますので、そちらもよろしくお願いします。まあ、こっちにしようかな。メイクさんはもちろんその凄腕のプロの方なんだけど、今回このカメラマン誰だと思いますこれ。プロ、まあカメラマンもプロでしょって思うと思うんですけど、これね、ラッシュのねスタッフなんですよね。スタッフさん、お仕事をねしてるラッシュのスタッフが撮りました。もうすごくないこれマジでプロです。普段ね、別にカメラを専門にやってるわけじゃないのに、本当にプロ級のね、このクオリティ、いや、いつもありがとうございます。動画越しですけどね。で、今回そのね、まぁ、ちょっと雑談もするんですが、ちょうど10年経つんですよ。このラッシュグリード。グリード、ラッシュはついてないか、まだ。グリードとして、そのね、この YouTube 作って、競技支援やって、プロゲーマーとしてこう、COD を始めてからちょうど10年経つんですよね。ちょこっと昔を振り返ろうかなと、今と比較しようかなと思います。でね、ちょうど10年前の写真があるんですよ。Xbox のね、CODAW の日本大会があったんですよね、昔、10年前に。その時の写真がこちらです。これもまた誰？誰やねんこれって感じですよね。たびたびね、僕のファンの間では飛び交ってる画像なんですけどね。この時が、だから、今28でちょうど18歳の東京に来たばっかり、東京の大学に行ったんだけどね、大学生、大学1年生の、グリードですね。ガリガリです。体重50キロちょっと。今ともう、今62、3? いや、もうちょっとあるか。64、5。太ったから64、5あるんだけど、だいたい10キロ以上違う、ね、ガリガリの時のラッシュグリードですね。あ、もうこの時ラッシュじゃないか、まだ。僕はね、実家の方がね、結構ゲームに厳しかったんですよ。お父さんがね。だから、夜もね、ゲームできないし、これじゃあ自分の好きなゲームができないと思って、これも大学行こうって。東京行こうって、一人暮らししようっていう、ゲーム目的で進学しましたね、本当は。そして、大学1年生で伸び伸びと一人暮らしでゲームをして、Xbox のね、日本大会、フリーフォールだったかな、当時。e スポーツとか全然ね、欠片もなかった時代なので、そのフリーフォールの大会があって、それで初優勝した時の写真ですね。4年前かなに撮った写真がこれですね。まあ、これが25?6? とかなのかな、もうちょっと25ぐらいか。この時はね、今見るとね、あれ若くない？なんか僕、若いよねこれ。若いんだよ。やっぱり。やっぱり、つまり、老けてんだよね、今、すごく。いやー、そのね、28ぐらいになってから、老化を感じますね、その肌に。肌というか顔？特に顔？シワ？ほうれい線？みたいな。これ見るとね、この2年ぐらいで一気に変わったなって感じがしてて、若干ね、その、肌の美容治療というか、整形まではいかないけど、なんか今こう注射打って若い細胞うんぬんみたいにいろいろあるらしいから、そういうのも考えようかなと思ったりしてますよ。顔出す。一応ね、こう顔出してるからさ、そういうのもちょっと気を使った方がいいのかなと思ってますけど、まあ普段はね、日焼け止めのクリームはなるべく塗るようにはしてるんですけどね。まあ特に、まあ、老けたなっていうところがあるので気をつけております。あ、一個飛ばしちゃったね。見せたかったの。CODAIW か、2016年とかそれぐらいの時かな。初めて日本で CODのね、競技大会が行われて、これですね。もう黒歴史になってるんだけど、僕の中では。僕、高校とか中学は、まあ、結構厳しかったから、髪の毛ね、染めたりとか一度もしてなかったんですよ。で、大学に行ってからその反動で、なんかすごく派手な髪型にしたいな、みたいな欲求が出てきてしまって、20そこらで。その結果ね、赤くするっていう。
いや、今見ると、いや、もう、ちょっと自分でもね、これ耐えられないですね、見てて。まあ、この時なんかね、こう、ユニフォームがね、赤かったので、まあ、それもね、意味合いも込めて、ラッシュ色だよ、みたいな感じで赤くしてたんですけど、今見るとちょっと恥ずかしいですね。うん。まあ、もう、こっから髪は染めないかなと思います。はい。こう振り返るとね、いや、やっぱ顔って自分の中ではあんま変わってないイメージなんですけど、結構変わりましたね。うん。まあ、特にここ2年ですごく、まあ、大人びたというか我ながら、老けたんですけど、シンプルに。老けたなっていうか、なんかかなりね、ほんとお父さんに近くなってきてるのよ、ほんと。すごく僕、お父さんになんで、やっぱ、家族だなみたいな、血繋がってんだなみたいなことをやっぱ感じますね。うん。まあ、お父さんはね、ちょっと頭の方が、結構薄いというかないというか、あ、そういう感じなんで、自分はそうならないことを祈ってるんですけど、うん、ってな感じな、すごくどうでもいいような雑談だったかもしれないんですが、まあ、YouTube のアイコン等こういう風に変わるのでよろしくお願いします。ちょうど10年経ちました。一体いくつまでできるのか分かりませんけど、どうぞ皆さんがね楽しめるような動画を作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今度ね、あの、料理動画出すんで。料理動画出すんですよ。久しぶりに。じゃあ、グッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。バイバイ。